はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、これ、なんだっけ、ローソンストア100で100円で売ってました。エネルギー杯。エナジー杯かな。サンガリアですね。会社は。アルコール度数 4%。原材料が醸造アルコールと糖類と、L カルチニンと、酸味料と炭酸と香料とカラメル色素と、アルギニンとタウリン過去抽出物と、カフェインとグルタミン酸ナトリウムと、アスパラギン酸ナトリウムと、ナイアシンとロイシンとビタミン B2 とビタミン B6 とバリンとイソロイシン。多いな。これ、ビタミン B2 とか書いてあるけど、これあれだろ。はい、まあいいか。突っ込みたくもないわ。まあいいわ。製造してるのが、製造所が、三重県のところで作ってるみたいです。株式会社日本サンガリアビバレッジカンパニーが、の会社で、大阪市の会社ですね。サンガリアって大阪市なんだね。こちらがですね、とある、なんかブログみたいなところに、ブログかなんかのあれで紹介されてたんで、なんか、うまいっていう。うまいらしい。うん。うまいらしいので、買ってみました。完璧。あのね、なんだっけ、エナジー系のドリンクに、ウォッカを入れると、レッドブルか。レッドブルウォッカってなるらしい。そういうカクテルがあるらしいんだよね。で、それに味がそっくりだって書いてあったんですよ。うん。あ、まずくはないね。確かに。うん。まあ、値段100円で、まあ、アルコール度数 4% っていうのがちょっと気にはなるけど、あれですね。ローソンストア100、108円で売ってるから。案外確かに案外美味しいかもしれん。うん。味としては普通の、エナジー、なんかそういうドリンク。うん。なんか前にも飲んだような気はするんだけど、飲んでなかったかしら。見た目変わったのかな？
うん。まあ、まずくはない。うん。サンガリアの、前飲んだ気すんだけどな、これな。なかったかな。ないか。うん。まあ、アルコール度数が 5% ぐらいだったらまだ良かったんだけど、アルコール度数 4% って、この、微妙な。うん。でね、まあ、いろいろ入ってるんだけど、カフェインが何ミリリットル入ってるかとかは書いてないですね。エネルギーが100ミリリットルあたり59キロカロリーで、炭水化物が9グラム。で、食塩もちょっと入ってるみたいですね。ぐらいしか書いてないですね。で、今、これを飲んでるんですが、飲んでいる時間が、朝の4時っていう。さっきね、買ってきたんですよ。雨の中。雨の中買ってきたんだよ。これを。わざわざ。でね、同時に、あれも買ってきました。話題になってた、エナジー系のね、声優のね、オリジナル、プライベートブランドのやつの、エナジードリンクがね、すごいらしい。すごいらしいっていうことで、買ってきたんですよ。まあ、すごいっていうかね、カフェインの量がすごいらしいんだよ。うん。うん。で、プラス、レッドブルも買ってきました。レッドブルウォッカっていうやつを、作って飲みたいと思います。うん、うまいらしい。うん。結構ね、エナジードリンクはね、好きな人が多いんですけど、作り方は 250ml のロング缶を1缶と、ウォッカを 45cc。でね、レッドブルってね、値段高いんだよ。毎回思うんだけど。絶対あれだよな。俺はモンスターエナジー派なんですけど、なんでかって量が多い上に安いから。レッドブルって高いんだよね。値段250円もすんだよ。一缶250円。高いよね。そのくせうまいかって言われると別にっていう。モンスターの方がうまくねって。さらにぶっちゃけると、チオビタドリンクの方がうまくねってなる。チオビタドリンクとかでよくねとか。でもチオビタドリンクって、あ、知ってましたか？これ豆知識。チオビタドリンクとデカ、なんだっけ、デカビタじゃねえや。なんつったっけ。ファイト一発のやつ。あれはですね、実は、
塩ビタドリンクの方が安いんだけど、その、ね、あれよりも、実は成分的には優れてるんですよね。だから俺は絶対にあれは買わない。リポビタンデー。リポビタンデーはね、高いだけなんですよ。で、あれなんで高いかって結局 CM なんですよね。なんでもそうだ。レッドブルもそうだけど、なんで高いかって CM が、ふんだんに広告されてるから。なんですよ。うん。で、チオビタドリンクは、10本あたりで600円ぐらいで買えるんですよ。安いんです。下手したら500円ぐらいで買えるんですよ。だから安いよね。1本あたり60円ぐらいで買えるんだよ。うん、安いよな。モンスターエナジーが、まあ俺モンスターエナジー好きなんで、量多いしね。355ml も入ってる。1本あたりアマゾンで買えば173円で買える。たまに無性に飲みたくなるよ、ね、だからまあ塩ビタドリンクにウォッカ入れてで炭酸でピャって割って飲んでも美味しいかもね。むしろ、チオビタドリンクとウォッカだけでもう意外と美味しいかもしれない。ということで。甘みはそこそこ強い。まあでも、ね、こういった類って大体甘いでしょ。香りもまあ強いです。まあ普通に美味しいでしょうね、これは。うん。で、値段も100円っていうのがグッド。グッド。まあ一回は飲んでみても、ちょっと薄いけどね。うん、やっぱなんだかんだ言って、ちょっと薄い。ちゃ薄い。なんか味っていうか、風味がその、エナジー系を飲んだ時よかやっぱちょっと薄い、うん、はい、ということで3444です。ご視聴ありがとうございました。